異世界最強の大魔王、転生し冒険者になる。内容は天使と呼ばれる上位互換が、人族以外のエルフだとかドワーフ、獣人みたいな他種族がいるとこいつら種族間で戦争し続けて進歩がないから人族以外全員撲滅させようぜ。というノリから人族以外の種族を撲滅させようと頑張るが、内部の裏切り者の天使の一人が天使が干渉できない島を作って死ぬ。1000年後に復活した後、発展した世界を天使以外の肉体で体験したいと願ったその裏切り者の天使が、冒険者を満喫しながら、元の天使の団体と対立するシナリオ。作画がとても綺麗で日韓のある人族のお好みの絵柄を描くのが上手。疑似ハーレムものなのでその手のナロー系が好きならおすすめ。シナリオはピンチの時はリミッター解除可能な何でもできる主人公が眷属が作った仲間だったり、新しい仲間の問題を解決するというよくあるやつ。一応、眷属が生み出した上級都市は衛星打ち上げられるくらいの発展した科学力を有しているので、中世の思考や科学技術しか知らないチンパンの天使は主人公の眷属にはどう考えても勝てないだろうみたいな安心感のある設定。あんこ空っぽにしてセクシーアクションをたしなみたい人族におすすめ。チャンネル登録。